とライブ活動やあと声優として活動していたり、あとですね北海道でも放送してるのかな、関ジャニの仕分け8という番組でカラオケのこう採点するやつ、北海道でもやってますか、あ、それに出演していたりといろいろな活動をしています。というわけで明日も出演させていただくんですが、今日は1曲だけ歌わせていただきます。オリジナル曲なんで、手拍子なり好きなように聴いてください。というわけで聴いてください、 Just Believe。